こんにちは、篠田敦です。今回の話はリズムについてです。よくねレッスンしてて自分はリズム感がないからっていう風にね言われることがね、よくではないかたまにあるんですけれど、ここで言うリズム感っていうのはですね、すごい高い次元の話ではなくて、曲弾いた時になんか変に聞こえちゃう、例えばそれが4分の4がまあ綺麗じゃないとかね、ちゃんとこうあいい感じだねって聞こえるぐらいのことを今指して、想定してね話をしていますが、多くの場合ですね、そのリズム感がないとか悪いとかっていうことじゃなくて、結論先に言っちゃえばただ弾くべき音パッと出ないだけ、本当にそれだけ。これ弾けるんだったらにっていうか、そのリズムそのものはあるわけですよね、できてるわけですよね。でもしそれが曲になってできないんだったら、その弾くべき音コードが変わるとかそういうことにただ対応できてないだけなので、問題はリズム感じゃないよねってなるケースが少なくとも僕が見ててほとんど。本当にそれも難しい。例えば音楽聴いて何でもいい、ジャズじゃなくてもいい、拍分かりますか、手拍子打てますかって言ってそこで苦労する人も中にはいる。それはまた違う問題というか、僕ができるアドバイスはまずそこをやってみてほしい。この音楽聴いて体揺らしてちゃんとこうフィットしてるかとか、そこからその多分ね音楽の聴く場所がちょっと違うのかもしれない。例えば歌だけとかメロディーだけ、あるいはその歌の歌詞とか部分しかフォーカスが当たってなくて、なんか全体を聴けないとか、多分まあその人によって原因は違うでしょうけど、また違う問題なので、今回はその話は一旦置いときます。これができる人っていう意味での今回はまだ話を続けてきます。コードだけ練習するとかスケールだけ練習するとかっていうのは、その何も考えずに弾ける状態にしとかんと難しいから弾けないんですよ、リズム通り。本当にそれだけ。逆に言うとリズム感だけいいっていうのは多分あんまなくて、例えばものすごいドラマーがいて、タイムキープも含めてスイング力も含めてあるわけ。じゃあ彼にじゃあピアノでいいリズムで弾けますかって言った時に、それが例えば一本指でだけだったらできるだけだろうけど、あじゃあさこの曲でさジャイアントステップでちょっと伴奏して1、2、1、2、3、4とか言った時に、コード弾けないんだからそもそもいいリズムでピアノ弾けないね。極端だけどそういうことです。ピアノそのものでちゃんとこう弾くべきことがパッと出なかったら、仮にその人間がめちゃくちゃいいリズム感っていうもの、タイム感っていうものを持ってたところで発揮できない。僕が見てる限り多くはその持ってるかもしれないリズム感、リズム感なんて分かんないけど、そもそも発揮できるだけここがないから、ピアノで弾く必要な部分が有利なのは、やっぱ曲弾くときにやっぱ覚えてる方が有利だし、弾くべきことそのコードパッド出ないんだったらもうそれやりましょうとしか言えなくて、うまくいかないのはリズム感がないせいだって言って、そのメカニカルな部分の練習ほっとくと結局良くならない。リズム感がないことが原因でいいリズムなんじゃなくて、そもそも弾くことがパッド出ないだけっていうのが結構多いから、そこを見誤っちゃうと正しい方向に進めないでしょという感じで、今回はここまでにしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。